左上の写真がですね、ボイド・ブッシュマンが死のとこ証言で、まあ、暴露した写真ということになります。ボイド・ブッシュマンは2014年に亡くなっています。で、右下はですね、少なくとも2014年、15年以前にドイツで撮影された動画ということになります。で、この両者を比べてみるとですね、質感がですね、酷似しているのがわかります。と同時にですね、この UFO 両者にはですね、自転車のスポークのようにですね、中心部から外縁部に向かってラインのようなものが見て取れます。同じようにですね、右下のこのドイツで撮られた動画もですね、まあ、中心部から側面に向かってですね、側縁部に向かってですね、自転車のスポークのようなものが、まあ、見て取れるということですね。このコンセプト、それからその金属的な質感にも注意していただきたいんですけども、左上のそのボイド・ブッシュマンがですね、暴露した写真というのはですね、一般にはこの写真もですね、インチキと判断されています。あまりにもあまりにもということなんですね。ところが、その質感ということを、まあ、考慮に入れるならばですね、まあ、両者とも偽物なのか、両者とも本物なのかということになってくるわけです。つまり、左のような UFO もあり、ということになれば、右下のような UFO もあり、ということになりますし、右下のような UFO があり、ということになれば、左上の のような UFO もで、ね、あり、ということになるわけです。まあ、この両者を比べてみるとですね、まあ、1たす1イコール100以上のですね、威力を持つ物的証拠ということになるのではないでしょうか。それから、その両者のですね、底部、底部を見ていただきたいんですけども、底部の様子がですね、酷似しているということですね。まあ何か、まあ逆に着陸機はそのものは細い棒のようなものですけども、その底部にはですね、丸い、まあその装置のようなものが見て取れるということです。ボイド・ブッシュマンの、まあ、から漏れ出たと言われているこの写真もですね、底部に丸いものが見て取れるということですね。つまり、コンセプトが同じということになるわけです。まあ、これを偶然の一致と取るかどうか、あるいはどちらかがどちらかを、まあ、コピーして真似して、そして、まあ、写真に撮ったか、あるいは動画にしたかということも考えられますけども、左上はですね、ボイド・ブッシュマン、2014年に亡くなっています。で、右下はですね、2014年か15年以前の動画ということになります。というようなことを考え合わせていくとですね、まあ、これもまた右下の動画がですね、本物であるという一つの証拠ということになるのではないでしょうか。森の葉っぱを照らして上昇するわけですけどもね、どう森の葉っぱを照らして上昇するわけですけどもね、どう森の葉っぱを照らして上昇するわけですけどもね、どう This video is said to have been taken in Reutlingen, Baden, Germany. It is generally considered to be a fake video. However, I, Hiroshi Hayashi, believe that the UFO in this video is real. I explain that in this video a bit later, but for now, please pay attention to the scene.When the UFO takes off. Instantly, just instantly in one frame, when the UFO takes off, it emits flashlight and at the same time, the surrounding landscape lights up as it catches the reflected light. It's just a flame moment. In other words, if this video is fake,It means that the creator of this video created this video unbelievably perfectly. But is it possible? Furthermore, if this video is real, it means that the giant UFO photos that are said to have been leaked out from Area 51 before that,are real as well. This is because both are very similar in shape and appearance.
この動画はドイツのバーデンのロイトリンゲンで撮影されたものと言われています。一般にはインチキ動画と判断されていますが、私林博士はこの動画の中の UFO は本物であると判断しています。それについてはこの動画の中で説明しますが、ここではその宇宙船が飛び立つ場面に注意してください。瞬間強烈なフラッシュ光を放ってその UFO は飛び立ちますが、同時に周囲の風景がその反射光を受けて光ります。それはほんの一コマの瞬間です。つまりもしこの動画が偽物であるとするなら、この動画の制作者はそこまで完璧にこの動画を制作したということになりますが、本当にそんなところまでするでしょうか、可能でしょうか。さらにこの動画が本物であるとするなら、それ以前にエリア51から漏出したと言われている巨大 UFO の写真は本物であったということになります。またその裏付けになります。なぜならその両者は形、様子が酷似しているからです。広瀬林 MMS City Japan February the 5th 2024。この動画で注意していただきたいことはですね、まあ中央に UFO らしきものが着陸しているわけですけども、その UFO がですね、飛び立つ瞬間です。この瞬間に注意してください。で、まあビデオのコマ数にするならばですね、3コマで、まあつまり上昇して空に消えるわけですけども、その1コマだけですね、に、まあ、そのフラッシュ光が光るわけです。そのフラッシュ光がですね、周りの森の木、森の葉っぱを照らして上昇するわけですけどもね、同時に左端にある岩のようなものですね、まあ、枯れ草かなとも思ったんですけども、反射の仕方からしてですね、まあ、何かのモニュメントのような風にも見えます。ともかくもですね、この UFO がこの瞬間ですね、飛び去っていく時にですね、周りの森、木がですね、反射光を受けて白く光りますが、その反射光がですね、また不思議というよりもありえないわけですね。というのはですね、木はあれは何かの棒なのかもしれませんけれども、それは反射光を受けて白く光ります。ところがですね、その棒もしくは木をですね覆う葉っぱはですね、葉っぱとしてきちんと、まあそのきちんとというのもおかしいですけども、光らないでその棒を遮っているということですね。つまりもしこれが偽物であるとするならばですね、この動画の制作者はですね、極めて丁寧に、つまり完璧に反射光を表現しているということになりますが、こんなことは本当にあり得るでしょうかということなんですよね。これからその一コマを皆さんにもご覧いただきますけども、その一コマのシーンに注意していただきたいと思います。なお、この右のこの UFO の飛び方はですね、エリア51で科学者をしていたボイド・ブッシュマンの証言と一致します。で、この赤い印をつけたところに注意してください。白い部分はですね、木もしくは棒、あるいはフェンスの棒のようにも見えますけども、私は、いわゆる木の幹と判断しました。その幹の上にですね、まあ、つまり木の枝が横に、まあ、覆いかぶさっているわけです。そのためにですね、この棒がですね、途中で途切れたように見えますけども、言い換えるとですね、そんなところまでですね、注意して反射光を表現しているということですね。またその反射光の色、いわゆる様子にはですね、何ら矛盾がないということになるわけです。つまりこんなところまで注意してですね、まあ、制作者は偽の、まあ、その動画を制作しただろうかということになるわけです。で、なおこのシーンをですね、
ほんの一コマ、たったの一シーンなんですね。に、まあ、このような、このような、まあ、様子がですね、見て取れるということはですね、つまりこれは偽動画ではなくて、本物の動画である可能性が高くなったというよりもですね、私は本物の動画と判断しています。で、左端のですね、その、何かの、これは岩石ですね、光を受けてですね、その物体もですね、その反射光を受けて瞬間白く光ります。そんなところも注意してですね、この動画を見ていただきたいと思うんですけども、まあ、繰り返しになりますけども、私の結論はですね、これは本物の動画、UFO 動画であるということになります。と同時にですね、この動画が本物の UFO 動画であるとするならばですね、今まで調べてきたエリア51人からですね、漏出した、あるいはリークアウトした、その巨大 UFO の写真もですね、本物であるということになります。というのは、この写真は、の方、この動画の方が後に、まあ、撮影されたわけですよね。その形状、特に底面部の形状がですね、エリア51から漏出した、その、巨大 UFO の様子と酷似している。あるいは同じであると判断してもよいわけですけども、つまりは、両方とも本物ということになるのではないでしょうか。
主は、この動画は本物と判断しました。その証拠及び理由をこの動画の中で説明します。時として時の流れが真実の証明をしてくれることがあります。この動画もまたしかり。時の流れの中で私、林博士はこの動画は本物であると判断しました。January the 26th, 2023. This video you're watching now was posted on YouTube at least before 2015.The video captures what appears to be an ET spaceship and two white human-like figures. So, this video has been already well known throughout the world and is generally judged to be a fake. But is this video really fake? I, Hiroshi Hayashi, have judged this video to be genuine.I'm about to show you the evidence and why I judge it to be genuine in this video. Sometimes a flow of time can prove the truth. This video is just one of them. I mean, in the course of time, I, Hiroshi Hayashi, have decided that this video is real andGenuine. 今ご覧いただいている動画は少なくとも2015年以前に YouTube に投稿された動画です。日付を見ればそれがわかります。この動画の中には ET の宇宙船らしきものと2人の白い人間らしきものが撮影されています。で、この動画はすでによく知られた動画で、一般には偽物と判断されていますが、本当にこの動画は偽物なのでしょうか。私、林博士はこの動画は本物と判断しました。その証拠及び理由をこの動画の中で説明します。時として時の流れが真実の証明をしてくれることがあります。この動画もまたしかり。時の流れの中で私、林博士はこの動画は本物であると判断しました。 January the 26th, 2023Strange human-like figure was witnessed in India by some people on a passing bike. The upper left is a video shot on that night. Meanwhile, another strange people were witnessed by a man at Silverbury Hill in UK in 2009. The lower right is the image picture drawn based on the man's testimony. They are very thin people.Both wearing white clothes. In this video, we will compare these two cases and examine the people who appeared in these two cases. But before that, if you compare the people who appeared in these two cases, you can see that there are strange similarities. Please compare carefully the heads and clothing. You can see thatBoth heads are slightly grayer than the clothes. The clothes are white, but you can see that the head part of these people is grayer than that. Of course, there is no point of contact between these two cases. So, is this just a coincidence? But I don't think so. Often, the passing time
solve the mystery that was there in the past. To put it simply, after 12 years, these two incidents are connected in this way. The celebrated tall white incident occurred in 2009, and it was 2021 that a strange human-like figure was photographed in India. I, Hiroshi Hayashi, have determined that these are people who appeared in these two cases are the same people. In other words, both of these cases are real and true.2021年、インドで奇妙な人物が通りがかったバイクに乗った人たちによって撮影されていました。左上がその動画です。一方、2009年、UK のシルベリーヒルで、これまた奇妙な人物たちが一人の男性によって目撃されていました。右下がその男性の証言に基づいて書かれたイメージ画ということになります。共に白い衣服を身につけた大変細い人たちです。この動画の中では、これら2つの事件を対比させながら、これらの2つの事件に現れた人物たちの検証をします。が、その前に、これら2つの事件に現れた人物を比較してみると、奇妙な類似点があるのがわかります。頭と衣服の部分を注意深く比較してみてください。頭の部分が共に衣服よりもやや灰色がかっているのがわかります。衣服の方は白ですが、共に頭の部分はそれよりも灰色であることがわかります。あるいは少し青みがかかっているのかもしれません。もちろんこれら2つの事件には互いに何ら接点はありません。となると、これはただ単なる偶然の一致ということになるんでしょうか。が、私はそうは思いません。時として、つまり時の流れがそれまであった謎を解いてくれるということがあります。わかりやすければ、互いに12年という年月を経て、2つの事件がこうしてつながったということになります。シルベリーヒルでトールワイト事件が起きたのは2009年、そしてインドで奇妙な人物が撮影されたのは2021年、つまり12年後。私はこれら2つの事件に現れた人物は同一人物であると判断しました。つまりこれらの事件は本当にあった真実、事実であったということです。Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan.左上の動画がですね、日付から見ると2014年もしくは2015年以前に撮影され YouTube にアップロードされた動画ということになります。右の、動画はですね、小さなトールワイトと思われる、人物らしき人影なんですけども、これは2021年にインドで撮影されています。ということはですね、どう頑張っても上の動画をですね、右の動画を見て、捏造したということは考えられないわけです。一方、インドのこの動画はですね、それ以後に、撮影された動画ということになりますから、つまりは、もし考えられることとしたらですね、左上のその動画を元にしてですね、
捏造された、まあ、インチキ動画であるということになるわけです。ところがですね、この2021年に撮られた動画と同じ、まあ、特徴を持つ、いわゆるトール・ホワイトのですね、事件が UK のシルベリーヒルで起きます。で、それは動画は残ってませんけども、まあ、きちんとした形でその証拠といいますか、証言が残っているということですね。これからその、シルベリーヒルのに現れたトール・ホワイトの動画を皆さんにご覧いただきますけども、要するにですね、このシルベリーヒルの動画をですね、間に挟んでですね、2014年あるいは2015年以前に撮られた左上の動画と、そしてインドに現れた動画が、まあその、位置するということですね。で、別の角度から検証していますけども、今ご覧いただいているのはですね、その UFO なるものがですね、急加速して、急上昇して、離陸していくところです。で、まあ、これはオリジナルの動画ということになりますけれども、このように急速発進といいますかね、人間のテクノロジーを超えたといいますか、考えられない、まあ、急発進をしているということになります。10分の1スローで皆さんにご覧いただきます。まあ、こんなところからですね、あまりにもというようなところからですね、まあ、偽物説が一般になったのではないかと思いますけども、まあ、しかし、まあ、そう判断するのは少し待ってほしいということになります。Boyd Bushman, a former Lockheed Martin Texas Instrument engineer who died August 7th at age 78, 2014, describing his encounters with aliens while working at Area 51 has been making the rounds on social media and news sites. Boyd Bushman was a scientist at Deathbed who makes shocking confessions about aliens, UFOs and anti-gravity technology. Did Boyd Bushman provide evidence of alien contact? He showed in his last interview some photographs of UFOs and one of them is quite similar to the one which is believed to be a real UFO shot at Area 51. As to the UFO, one of the viewers has commented that it is questioning just yesterday on August the 9th, 2020. It is a comment from a person named Stefan Yadoran, and he writes as follows. The image of the flying saucer in the hangar in this clip, which you are both questioning its legitimacy and claiming is a leaked photos of a real craft at Air 51 in the same clip, is, in fact, taken from Steven Spielberg's miniseries, Taken. However, very ironically, the comment from Mr. Stefan Yadoran, on the contrary, proves that the UFO photo, which has been said to be leaked out, is genuine. ボイド・ブッシュマンは死の直前の死の男証言で、彼がエリア51で知った多くの秘密を写真とともに暴露しました。その中の一つが巨大な UFO です。で、私はその写真を私の動画の中で同時に別のルートからリークアウトしたとされる UFO の写真とともに紹介しましたが、その巨大な UFO について視聴者の一人の方からこんなコメントが届きました。2020年8月9日のことです。ステファン・ヤローランさんという方からのものですが、そこにはこうありました。あなたが動画の中で示している UFO の写真はエリア51からリークしたものだとあなたは言っていますが、その写真は大変怪しいものです。というのも、その写真は2002年に公開されたスティーブン・スピルバーグの映画「ザ・テイクン」の中に出てくる UFO のものだからです。と。が、大
変皮肉なことに、本当に皮肉なことに、ステファン・ヤローランさんからのコメントが、そのリークアウトされたと言われている UFO の写真が本物、本物であることを逆に証明するところとなってしまいました。なお、ボイド・ブッシュマンは2014年8月7日、つまりスティーブン・スルバーグのテイ君の映画が公開されてから6年後に78歳で亡くなっています。広瀬林、浜松シティ、ジャパン。左上の写真がですね、ボイド・ブッシュマンが死のとこ証言で、暴露した写真ということになります。ボイド・ブッシュマンは2014年に亡くなっています。で、右下はですね、少なくとも2014年、15年以前にドイツで撮影された動画ということになります。で、この両者を比べてみるとですね、質感がですね、酷似しているのがわかります。と同時にですね、この UFO 両者にはですね、自転車のスポークのようにですね、中心部から外縁部に向かってラインのようなものが見て取れます。同じようにですね、右下のこのドイツで撮られた動画もですね、中心部から側面に向かってですね、側縁部に向かってですね、自転車のスポークのようなものが見て取れるということですね。このコンセプト、それからその金属的な質感にも注意していただきたいんですけども、左上のそのボイド・ブッシュマンがですね、暴露した写真というのはですね、一般にはこの写真もですね、インチキと判断されています。あまりにもあまりにもということなんですね。ところが、その質感ということを、考慮に入れるならばですね、両者とも偽物なのか、両者とも本物なのかということになってくるわけです。つまり、左のような UFO もあり、ということになれば、右下のような UFO もありということになりますし、右下のような UFO がありということになれば、左上の のような UFO もで、ね、ありということになるわけです。この両者を比べてみるとですね、1たす1イコール100以上のですね、威力を持つ物的証拠ということになるのではないでしょうか。それから、その両者のですね、底部、底部を見ていただきたいんですけども、底部の様子がですね、酷似しているということですね。着陸ギアそのものは細い棒のようなものですけども、その底部にはですね、丸い、その装置のようなものが見て取れるということです。ボイド・ブッシュマンの、ただ漏れ出たと言われているこの写真もですね、底部に丸いものが見て取れるということですね。つまり、コンセプトが同じということになるわけです。これを偶然の一致と取るかどうか、あるいはどちらかがどちらかを、コピーして真似して、そして、写真に撮ったか、あるいは動画にしたかということも考えられますけれども、左上はですね、ボイド・ブッシュマン、2014年に亡くなっています。で、右下はですね、2014年か15年以前の動画ということになります。というようなことを考え合わせていくとですね、これもまた、右下の動画がですね、本物であるという一つの証拠ということになるのではないでしょうか。ネイガーはボイド・ブッシュマンについて次のように書いています。ボイド・ブッシュマン氏はアメリカロッキード・マーチン社でステルス戦闘機の製造開発に携わってきたシニアサイエンティスト、つまり上級科学者であり、世界的にも有名な航空宇宙科学者である。約40年間にわたり数多くの特許を取得し、航空宇宙産業に多大な功績を残したブッシュマン氏であるが、2014年8月7日に78歳で亡くなった。またブッシュマン氏はエリア51で UFO を研究しているチームに所属していた経歴もあり、その時入手した宇宙人の写真や数々の体験談を暴露し、30本にもわたるインタビューを YouTube に掲載したのだと、広林浜松シティ・ジャパン。今ご覧いただいているのはですね、小型 UFO についてブッシュマン氏が説明している写真です。下から順に上に行きます。そしてパワーアップする前が一番下、
順にパワーアップしながら姿を変えていく姿ということになります。そしてパワーアップし航行可能な状態になるとこのように、まあ、光り輝くというわけですね。さらにドイツで撮影された動画を見るとですね、その動画、まあ、その空中にホバリングしているその物体まで撮影されているらしいということなんですね。そしてその物体がですね、まあ、パワーアップして飛んでいく様がここに見て取れるわけですけども、そのパワーアップしていく時のことなんですけども、まあ、白いもやのようなものに包まれて、そして突然光って去っていくということですね。繰り返して見ていただきますけれども、まあ、ボイド・ブッシュマンが言うところのですね、いわゆるパワーアップした状態における UFO の飛び方をですね、そのまま思わせるような飛び方であるということになります。で、以上のことからですね、結論ということになりますが、私、林浩司はですね、2014年、あるいは15年以前に撮られたこの UFO はですね、本物であると判断しました。一般には偽物ということになってますけども、時として、時の流れがですね、まあ、真実を明らかにしてくれることもある。この UFO も、またその中の一例ということになるのではないでしょうか。Drawn based on the man's testimony. There are very thin people, both wearing white clothes. In this video, we will compare these two cases and examine the people who appeared in these two cases. But before that, if you compare the people who appeared in these two cases, you can see that
their strange similarities. Please compare carefully their heads and clothings. You can see that both heads are slightly grayer than the clothes. The clothes are white, but you can see that the head part of these people is grayer than that. Of course, there's no point of contact between these two cases. So, is this just a coincidence? But I don't think so. Often, the passing time solves a mystery that was there in the past. To put it simply, after 12 years, these two incidents are connected in this way. The silvery tall white incident occurred in 2009, and it was 2021 that a strange human-like figure was photographed in India. I, Hiroshi Hayashi, have determined that these two people who appeared in these two cases are the same people. In other words, both of these cases are real and true.2021年、インドで奇妙な人物が通りがかったバイクに乗った人たちによって撮影されていました。左上がその動画です。一方、2009年、UK のシルベリーヒルで、これまた奇妙な人物たちが一人の男性によって目撃されていました。右下がその男性の証言に基づいて書かれたイメージ画ということになります。共に白い衣服を身につけた大変細い人たちです。この動画の中ではこれら2つの事件を対比させながら、これらの2つの事件に現れた人物たちの検証をします。が、その前にこれら2つの事件に現れた人物を比較してみると奇妙な類似点があるのがわかります。頭と衣服の部分を注意深く比較してみてください。頭の部分が共に衣服よりもやや灰色がかっているのがわかります。衣服の方は白ですが、共に頭の部分はそれよりも灰色であることがわかります。あるいは少し青みがかかっているのかもしれません。もちろんこれら2つの事件には互いに何ら接点はありません。となるとこれはただ単なる偶然の一致ということになるんでしょうか。が、私はそうは思いません。時として、つまり時の流れがそれまであった謎を解いてくれるということがあります。わかりやすく言えば、互いに12年という年月を経て2つの事件がこうしてつながったということになります。シルベリーヒルでトールワイト事件が起きたのは2009年、そしてインドで奇妙な人物が撮影されたのは2021年、つまり12年後。私はこれら2つの事件に現れた人物は同一人物であると判断しました。つまりこれらの事件は本当にあった真実、事実であったということです。広志林、浜松シティ、ジャパン。
で、検証をしてみるとですね、左のこの白い人物はですね、左足をやや引きずっているような感じで歩いているようですよね。つまり何か怪我をしたか、歩きにくいのか、地面が合わないのか、それは分かりませんけれども、右足はスイスイと前に出ていくわけですけれども、左足の方がですね、何かしらこう怪我をしているような感じがしないでもありません。で、気になるのはですね、足が地面についたときにですね、その力がですね、膝、腰の方に、まあ、移動してですね、微妙にこう変化する、動きがですね、変化するわけですけども、それもきちんと左の人物にはあるようですね。CG でここまで表現できるかですけども、足を大地につけた瞬間にですね、膝の方にこう力がかかっている感じもしないでもありません。ですから CG であるとしてもですね、大変こう、なんて言いますか、計算され尽くしてできているような感じがします。さらに詳しく見るとですね、この白い人物の左腕はですね、歩くと同時に前後に揺れてますね。ところが右腕の方はですね、だらーんとして動いていないのがわかります。まあ、怪我をしていると考えるならばですね、この人物は左足と右腕の方をですね、怪我をした、あれしているように見えます。で、その右腕の方の手首から下がですね、動きもなく、だらんと下に垂れ下がっているということです。まあ、この CG かどうかわかりませんけれどもね、これが CG によるものであるとするならばですね、この CG の制作者は、そんなところまで計算に入れて作ったということになりますが、果たしてどうなのでしょうか。まあ、多分ですよ、インチキ写真を作る人の心理としてはですね、もう少しなってますかね、自然に両腕、両足が動くような、まあ、人物をですね、表現したのではないかと思うわけです。ところがですね、左の、まあ、その白い人物はですね、右の、まあ、その普通の人のって言いますかね、普通の歩き方をしている人の動き方と見るとですね、何かしらこう、ぎこちないところもあるわけですよね。まあ、これをどう判断したらいいかということなんですけども、それにしても CG であるとしてもですね、それにしてもよくできた CG ということになるのではないでしょうか。今は一応クエスチョンマークをつけておくことにします。あまりにもあまりにもという動画ということになります。To a mysterious alien spotted in Jargahan's Hazirabad, India, Curry tells who uploaded this video clip on June the 3rd, 2021, writes as follows. The official source who captured the 30-second video chose to stay anonymous.But the source revealed to Republic Media Network that she and her colleagues have been traveling down that route for years in the morning, night, and sometimes even at 1 or 2 a.m. インドのハリザバーグ・ジャルカハンドで撮影されたエイリアンと思われる人物についてこの動画を2021年6月3日にアップロードしたカーリー・テイルズ氏は次のように書いています。この動画は匿名で30秒間撮影されたと公式には発表されています。レパブリックメディアネットワークに公開された情報元によれば、彼女と彼女の仲間はその街道を何年も行き来しているそうです。撮影されたのは午前1時から2時頃のことだったと言います。広志林、浜松シティ、ジャパン。5分の1スローにして検証してみます。
この人物ということになります。どこか歩き方がぎこちない感じがしないでもありません。それに身長は120-130センチといったところではないでしょうか。で、CG の合成ではないということが証明されない限り先へ進むことはできませんが、 CG の合成ではないような気がします。で、このエイリアンらしき人物を見てですね、私が真っ先に思い出したのが UK のシルベリーヒルで起きたトール・ホワイト事件です。その様子といいますか、証言者の描写とですね、この動画に撮影された白い小さな人影の様子がですね、まあ、大変よく似ているといいますか、一致したということになります。で、続く動画の中ではですね、シルベリーヒルに現れたエイリアンについての動画を皆さんに紹介します。まあ、果たして同じタイプ、同じ種類のエイリアンなのかどうか、それは今の段階では断言できませんが、しかし異様に手が長く足が細く、そしてどこかぎこちない歩き方をしているということです。One of my YouTube subscribers wrote to me as follows. Hiroshi Hayashi, but I agree with you that Stonehenge is a totally fake site and lost any real significance as nobody understands why or what it was for. The geology alone disproves its ability to be of any relevance. But a site nearby called Silberry Hill has real significance. Have a look at the photos of it in Wikipedia. It's all really interesting. UK 在住の視聴者の方よりこんなコメントが届いています。ヒロシ、ストーンヘンジはあなたが指摘するように完全にインチキ遺跡です。今やそれがなぜ何のためのものであったかの意義をすべて失ってしまいました。ただその位置だけが参考になるだけですが、その近くにあるシルベリーヒルには本当の意義があります。ウィキペディアでどうか写真を見てください。2017年10月8日
広瀬林、浜松市、ジャパン。皆さんをシルベリーヒルに案内する前に、林博士のライン理論を簡単に説明しておきます。右上がギザ高原のナンバー2ピラミッド、左下がイースター島です。その間を線でつなぎます。その線は狂いなく伸直線下にナスカを通ります。そしてこの赤いラインが赤道ということになります。そしてその交点を私はウエストポールと呼んでいます。基準点中の基準点です。そして白い線は北極と南極をつないだ線です。その交点の座標はここに示しておきます。で、角度ですけども、その間の角度は正確に 60.00、120.00 となっています。で、右上の60度をですね、2つに分けて 30.00、30.00、30.00 とします。この 30.00 で右上に引いた線は、エイブベリー、あるいはその近くのストーンヘンジ、そしてシルベリーヒルを通過します。この矢印の先に UK があります。 UK です。で、その間のエラーはですね、11キロ前後です。この黄色いラインがウエストポールから引いてきたラインです。で、ここにエイブベリーがあります。そして右下にシルベリーヒルがあります。距離は1.45km です。エイブベリーからシルベリーヒルまでの距離が 1.45km です。まあ、隣ということになります。では皆さんを UK のシルベリーヒルに案内します。シルベリーヒルです。向こう側にエイブベリーが見えています。林博士はカレンダー説を唱えています。そして手前がシルベリーヒルということになります。距離は 1.45km です。で、このシルベリーヒルは何かということですけども、6段になっていたということから、私林博士はまずカレンダー説を疑ってみるべきだと思います。360÷6 ってことになるわけですね。何らかの形で1段ごとに60のトークンを動かしていけば良いわけです。で、それで360になります。で、上面部が平らになっているのは言うまでもなく、彼らのクラフト、乗り物の着陸場ということになります。発着場ということになります。で、このシルベリーヒルにはいわゆるトンネルが見つかりました。で、現在その調査がなされているわけですけども、もちろん人工的なトンネルです。で、ごく最近掘られたという説もありますが、同時に太古の昔からここにあるという説もあります。今現在調査中ということになっています。で、このトンネルがなんと11キロ離れたエイブベリーまで続いているのではないかと言われています。話は脱線しますが、そのシルベリーヒルでは奇妙な事件が起きています。2009年7月6日の月曜日のことです。 The Silvery Hill Stargate、 シルベリーヒルスターゲート事件というのがそれです。シルベリーに現れた白い巨人たち、これからは高度な超常現象について、私たちはもっと注意を払うだろうという冒頭の文章に続いて、このレポートは事件のあらましを次のように伝えています。称してシルベリーに現れた白いノッポの巨人たち、シルベリーヒルスターゲート事件です。その時連絡を取ってきた人物は、2009年の7月6日の月曜日の朝早く、
シベリーを通り過ぎたところで車を運転していた。そこでその人物は3人の姿を見た。人物は名前を公表していない。最初それらの人たちが白い衣服を身につけていたので、何かの科学捜査をしている人たちだとその人物は思ったという。そこでその人物は車を止め、その歯だけに近づいていった。それらの人たちは身長が180センチほどあり、皆ブロンドの髪の毛を持っていた。それらの人たちは穀物を調べているように見えた。そこでその人物が畑の端まで来ると、静電気のものとは似ていないとは言えない音のようなものを聞いたという。パチパチと割れるようなノイズが畑中を走り回っているように見え、作物がその音の近くで優しく動いていた。その人物は腕と首の後ろの毛が持ち上げられるように感じた。その人物は畑の中にいるそれらの人に向かって叫んだが、最初は無視され、その人物の方を見ることもなかった。で、その人物が畑の中に入ろうとすると、畑の中にいたそれらの人たちは顔を上げ走り始めた。その人物はこう言った。それらの人たちは今までに見たこともないような速さで走りました。私は決してノロマではないが、それらの人たちはあまりにも速かった。ほんの一秒、目を離した隙にまた見ると彼らは行ってしまったのです。それから私は怖くなりました。ノイズはまだあちこちにありましたが、何か不安になり車の方に体を向けました。その日は一日中どうしようもないガンガンとした頭痛を覚えました。何度かその人物と警察官はその道を運転してみた。そしてその結果、いくつかのことが分かった。その人物が車を止めた道端の場所に行った時のこと、その人物はそれらの人たちがいた場所を指さした。その時一緒にいた警官によれば、その人たちの中の一人はシルベリーヒルの崖っぷちのところに、もう一人はそれよりも 2,3 ヤード離れた電車の線路の中に、そしてもう一人はその丘を半分ほど下ったところにいたという。これがシルベリーヒルスターゲート事件の始まりです。多くの研究者がこの事件について研究、そして報告しています。シルベリーヒルについてはウィキペディア英語版などの方でもですね、例によって例のごとく祭りの祭事場の場所であったとか、さらには墓説もあったのには驚きました。まあ、墓だというわけですよね。まあ、後世の人たちが墓に利用したことはあっただろうと思いますけども、どうなんでしょうか。やっぱりこの辺りにも有力な豪族が住んでいたのでしょうか。大変興味をそそられます。で、今現在シルベリーの研究はかなり進んでいるようですね。で、こうした研究がなされ、まあ、要するに人工の山イコールピラミッドであったということになります。何のために、どうしてか。で、私はその謎を解くためには、一つにはライン理論による考察、もう一つはその 1.45 キロ離れたところにあるエイブベリーとの関係を取り上げなければならないと考えています。エイブ・ベリーはナスカ理論によって、つまりカレンダー、
であったと私は証明しました。エブベリーロックカレンダー説 by 林博史です。エブベリーロックカレンダー説についてはもう少し後に説明します。その前にこんな興味深い情報も入っています。それを紹介します。Quiero presentar estos testimonios que me parecen a mí extraordinarios, ya que son personas de un gran nivel de credibilidad, miembros del rescate alpino de México, aquellos que cerca del cráter del volcán Popocatépetl realizan ascensiones en busca de personas perdidas o de aquellos aventureros que no saben en lo que están incursionando. Bueno, ellos han visto lo que parecen ser personas de 2 a 2 metros y medio, sin protección alguna para las condiciones tan extremas que hay en ese lugar y que deambulan libremente por ahí. ¿Qué le parece a usted esta información? Se la presento con Johanan Díaz. ¿Usted creería que existen seres de... ¿Y azufre? ¿Por qué no considerar que quizá este sitio sea vigilado, como aseguran los lugareños, por seres extraños que vengan de otros planetas y estén extrayendo algún tipo de mineral para emplearlo en sus naves o en general para su civilización? Para Tercer Milenio, Johanan Díaz. Wikipedia writes about Avery, UK as follows. Avery is the site of the largest ancient monument in Great Britain. It consists of a large henge, several stone circles, stone avenues and bellows. The main henge and stone circle surrounds the village of Avery in the English county of Wiltshire. Avery is one of the finest and largest Neolithic monuments in Europe, about 5,000 years old. Although older than the megalithic stages of Stonehenge, 32 kilometers to the south, the two monuments are product of the same culture.On the World Heritage List, Avery and Stonehenge are listed together as Avery Stonehenge and Associated Sites. However, Stonehenge is really a different site, built at a different time. Wikipedia English mentions nothing about what it is, what for it was created, andWho created it? Because no one knows it. No one except me. Avery is a rock calendar, which is my answer to this mystery. UK のエブベリーです。いろいろ説明はされていますが、基本的には何もわかっていないということです。誰もそれが何のために使えたか知りません。私、林博を除いて誰もです。エイブベリーはロックカレンダーでした。広し林、浜松シティ、ジャパン。
では皆さんを UK のエイブ・ベリーに案内します。まさしく拠点中の拠点ということになります。エイブ・ベリーです。円形の遺跡です。その周囲には深い堀が掘ってあります。そしてこのような岩が並んでいます。この岩は何のために、どうして、誰が作ったのかということですね。まあ、それが謎というわけですけども、その謎解きに挑戦してみました。で、これがエイブ・ベリーの復元図です。最も信頼のける復元図と判断しましたので、この復元図を検証してみます。左下ゾーン A というふうに私分けましたけども、ここには24個の岩があります。そしてゾーン B には22個の岩があります。で、この赤い丸に注意していただきたいと思います。この赤い丸のところにエントランスがありますね。そしてエントランスの、まあ、片側には大きな岩が立っています。で、私はここにもう一個岩があったはずと考えました。ここが重要なポイントですから、皆さんも注意深くご覧ください。ここにもう一個岩があったはずと考えました。というのは他のエントランスには1個ずつ計2個の岩が立っているからです。他のエントランスを見てみます。このエントランスに注意してください。この道の両側に1個ずつ計2個の大きな岩が立ってますね。で、ここにも2個大きな岩が立っています。で、もう一つのエントランスにもやはり同じように2個大きな岩が立っています。それから先ほどのエントランスには1個しかありません。注意深くご覧ください。ここにもう一個岩があってもいいわけですよね。ですから私はこのゾーン B に一個の岩を加えました。で、22個が23個になります。で、これで検証してみます。すなわちゾーン A は24個、ゾーン B は23個、ゾーン C は27個となります。この数が何を意味するかですね。で、中央下、右下には29個の岩が並んでいます。そしてこの、先ほど言いましたように、ここには1個の岩が欠けているってことも注意してくださいね。そして29個の岩の上にちょんと1個余分に跳ね出てますね。で、私はこれを 0.5 と判断しました。で、合計 29.5 となります。そして、その、上に27個のやはり岩が並んでいます。これは何を意味するかですね。もうお分かりですね。時計回りに24、23、27。で、それを、12、12、13、12、12、13に分けて考えます。数字はそれで一致します。つまり、1ヶ月は 29.5 日。1年目は12ヶ月。2年目は12ヶ月。3年目は13ヶ月という、純粋退院歴を表していることになります。注意深くご覧ください。1ヶ月は 29.5 日です。29.5 日です。そして、1年目は12ヶ月。2年目も12ヶ月。3年目は13ヶ月。4年目も、12ヶ月、13ヶ月と並びます。つまり、1ヶ月を 29.5 日で計算しますと、3年目ごとに1ヶ月分の余分が出ますから、3年目をですね、1ヶ月足して13ヶ月としました。そしてこの27は何かですね、これは後でもう少し詳しく説明しますが、それでもエラーが出ます。27年目ごとに約30日分のエラーが出ます。そこで27年目についてはですね、13ヶ月とすべきところを12ヶ月とするという意味です。毎日何だかのトークンを動かしながら、そして、まあ、古代の人たちは、1年、季節、そして、月、日を知ったということになります。で、ここで皆さんに、今からちょうど3年前の2013年の9月13日に発表した動画を皆さんにご覧いただきます。ナンバー441です。まあ、その中で、エイブ・ベリーの答えというのを発表しました。で、
ここで今まで説明してきたことと内容は同じですが、まあ私たち人類にとって大変重要な内容かと思いますので、まあもう一度皆さんに確認していただきたいと思います。エイブ・ベリーです。441そのものはですね、私のホームページから、目次を見ていただければ、そのままご覧いただけます。で、これがエイブ・ベリーです。そしてその堀がですね、中央下に人間が見えますかね、大変深いということですね。簡単には近寄れなかったということになります。まあ、それだけ重要な拠点であったということになります。そして、復元図がいろいろ発表されていますけども、このミック・アストンとティム・テイラーという方のね、発表なさった復元図が最も正確かつ、なんて言いますか、信頼がおけるという意味でね、この復元図を、この本に出ている復元図を、使わせていただきました。で、まあ、結局この先生たちもおっしゃっていることはですね、何のためにどうして誰が作ったということは全くわからないということなんですね。で、もちろんカレンダー説というのは、現在に今もありません。by 林博士説以外はありません。で、皆さん自身の目で見て、確認して納得していただきたいと思いましたので、しっかりと説明します。これが今言いました、エイブ・ベリーの復元図です。で、本を見ますと、発掘調査して、まあ、痕跡を見つけてね、そしてこのような、復元図ができたということです。で、ここにゾーン A、先ほど言いましたゾーン A ですね。ここには24個の岩があります。繰り返しになりますが、しっかりと皆さん自身で確認してください。判断するのは私たち自身だということです。そしてこの岩から岩までが22個です。数えてみてください。そしてゾーン C は27個です。こういうふうに岩が並んでるってことですね。で、このままでは謎が解けないんですね。で、ここに、いわゆるまあ、上限の月が書かれていると思いますけども、D の字がありますね。そして周囲に29個の岩があり、1個だけこの岩が跳ねてますね。ですから私、林博士はこれをですね、29.5 と判断しました。そしてその上には、27個の岩が並んでいます。27個の岩が並んでいます。ここが重要です。で、もう一回このゾーン B に戻っていただきます。で、この入り口のところなんですね。先ほど言いましたように、もう一度皆さんに確認していただきたいと思います。エントランスのところに2個岩が立っているはずなんですけども、1個しかありません。ですからこの真んのところにもう1個私は岩があったはずと考えました。他のエントランスをもう一度見てください。両側に1個ずつ立ってますね。このエントランスにも両側に1個ずつ立ってますね。そしてもう一つのエントランスにもやはり1個ずつ立っています。ところが先ほどのエントランスには1個しか立っていません。つまりこのクエスチョンマークのところにもう1個岩があったはずと私、林博士は考えました。そしてこの1個をゾン B に加えます。まあ、22個だったんですけどもね。まあ、この三角のところの1個を加えますと23個になるということです。そして、この今皆さんに見ていただきました岩をもう一回、わかりやすくチャート化してみました。左からですね、時計回りに24、22、これ2個足しまして23とします。そして27ですね。そして右下に 29.5。そして右上に27という数字が出てきます。で、この数字は何かということですけども、もうわかりですね。純粋単位的の、まあ、カレンダーということになるわけです。で、実際には 29.53 日。まあ、見かけ上のね、月の公転周期は 29.53 日です。すなわち、新月から新月までが 29.53 日です。そして、地球の公転周期は 365.2563604 日となります。で、これで計算しますと、29.5 日中でね、計算していきますと、ちょうど3年目ごとに3、
ズレが32、出てくるわけですね。ですから、1ヶ月分足して13ヶ月とします。それでも 3.158 日ずつのズレが生じてきます。わかりますか ?1 年ごとに約10日のズレが出てきて、3年に約32日のズレが出てくるんです。それでも13ヶ月にしてもズレが出てきます。そして、ちょうど27年目にですね、28.421 ですかね。ちょっと字が小さいので見にくいんですけども、のズレが生じていきます。ちょうど1ヶ月分ってことになりますね。ですから、27年目はですね、3の倍数ですから、本来なら13ヶ月とすべきところなんですけども、12ヶ月にして1ヶ月は足さないという形にして、純粋対応力を対応力に、適合させています。で、もう一度見てくださいね。12年目、12ヶ月ですね。そして、3年目が13ヶ月、4年目が12ヶ月、5年目が12ヶ月、そして、6年目が13ヶ月となります。で、これで順番に見ていきます。で、1年目が12ヶ月ずつって繰り返しますね。それで、これで6年が終わりました。7年目に入りました。そして、順に繰り返していきます。で、24年目に入って、27年目に、ここで13ヶ月となってますけども、ちょうど1ヶ月分余分に出ますから、この13ヶ月は12ヶ月しますよという意味なんですね。これがエイブベリーの6カレンダーの意味です。つまり、エイブベリーは6カレンダーであった by 林博史先生ということになります。で、例えばこれ自体が暦になってましてね、これが10番目のっていうふうになりますと、10月28日、私の誕生日ですけども、このようにして暦としても使えるってことになります。となりますと、目印があるかってことになりますね。実は目印も見つかっています。トークンも見つかっています。それを後で紹介します。要するに、これがエイブベリーのカレンダーとしての使い方であり、機能であり、また、エイブベリーが何のためにあるかという、まあ、その内容ということになります。つまり、エイブベリーは、まあ、世界の標準時刻、あるいは標準カレンダーということになるわけです。まあ、こうした巨大なカレンダーを作ることによって、まあ、日を定めたわけですね。これは、エイブベリーで見つかってますけれども、斧ということになってますけども、これは斧ではありませんよ。トークンですよ。これを毎日動かして、そして、日、月、季節、年を知ったというわけです。置いてみますから注意深くご覧くださいね。時計回りに置いてきます。そして毎日誰かがそのトークンを動かしていきます。しかし誰かが邪魔したんじゃ困るでしょう。だから深い堀を作ってガードしたということになります。まあ、辻褄が合っていくわけですね。そして、重要なことは、このウエストポールから、エイブベリーはちょうど30度の距離、方向にあります。このことは次の動画の中で大変重要な意味を持ちますから、ちょっと記憶に留めておいてください。エイブベリーは、明らかに空を自由に飛ぶことができた人によって、計画され、そして作られたということです。人間ではありませんね。その、エイブベリーの、まあ、傍聴と言いますか、それが次々とその後出てきましたので、今日改めて皆さんに紹介します。どうかご覧になってください。Bye for now. In 2021, the strange human-like figure was witnessed.In India by some people on a passing bike. The upper left is a video shot on that night. Meanwhile, another strange people were witnessed by a man at Silbury Hill in UK in 2009. The lower right is the image picture drawn based on the man's testimony. There are very thin people both wearing white clothes. In this video, we will compare these two cases and examine the people who appeared in these two cases. But before that, if you compare the people who appeared in these two cases, you can see that there are strange similarities. Please compare carefully the heads andclothings. You can see that both heads are slightly grayer than the clothes. The
clothes is white, but you can see that the head part of these people is grayer than that. Of course, there's no point of contact between these two cases. So, is this just a coincidence? But I don't think so. Often, the passing time solves a mystery that was there in the past. To put it simply, after 12 years, these two incidents are connected in this way. The celebrity tall white incident occurred in 2009, and it was 2021 that a strange human-like figure was photographed in India. I, Hiroshi Hayashi, have determined that these two people who appeared in the two cases are the same people. In other words, both of these cases are real and true.2021年、インドで奇妙な人物が通りがかったバイクに乗った人たちによって撮影されていました。左上がその動画です。一方、2009年、UK のシルベリーヒルでこれまた奇妙な人物たちが一人の男性によって目撃されていました。右下がその男性の証言に基づいて書かれたイメージ画ということになります。共に白い衣服を身につけた大変細い人たちです。この動画の中では、これら2つの事件を対比させながら、これらの2つの事件に現れた人物たちの検証をします。が、その前に、これら2つの事件に現れた人物を比較してみると、奇妙な類似点があるのがわかります。頭と衣服の部分を注意深く比較してみてください。頭の部分がともに衣服よりもやや灰色がかっているのがわかります。衣服の方は白ですが、ともに頭の部分はそれよりも灰色であることがわかります。あるいは少し青みがかかっているのかもしれません。もちろんこれら2つの事件には互いに何ら接点はありません。となるとこれはただ単なる偶然の一致ということになるんでしょうか。が、私はそうは思いません。時として、つまり時の流れがそれまであった謎を解いてくれるということがあります。わかりやすく言えば、互いに12年という年月を経て2つの事件がこうしてつながったということになります。シルベリーヒルでトールワイト事件が起きたのは2009年、そしてインドで奇妙な人物が撮影されたのは2021年、つまり12年後。私はこれら2つの事件に現れた人物は同一人物であると判断しました。つまりこれらの事件は本当にあった真実、事実であったということです。広志林、浜松シティ、ジャパン。
で検証をしてみるとですね、左のこの白い人物はですね、左足をやや引きずっているような感じで歩いているようですよね。つまり何か怪我をしたか、歩きにくいのか、地面が合わないのか、それは分かりませんけれども、右足はスイスイと前に出ていくわけですけれども、左足の方がですね、何かしらこう怪我をしているような感じがしないでもありません。で、気になるのはですね、足が地面についた時にですね、その力がですね、膝、腰の方に、まあ、移動してですね、微妙にこう変化する、動きがですね、変化するわけですけども、それもきちんと左の人物にはあるようですね。 CG でここまで表現できるかですけども、足を大地につけた瞬間にですね、膝の方にこう力がかかっている感じもしないでもありません。ですから CG であるとしてもですね、大変こう、なんて言いますか、計算され尽くしてできているような感じがします。さらに詳しく見るとですね、この白い人物の左腕はですね、歩くと同時に前後に揺れてますね。ところが右腕の方はですね、だらーんとして動いていないのがわかります。まあ、怪我をしていると考えるならばですね、この人物は左足と右腕の方をですね、怪我をした、あれしているように見えます。で、その右腕の方の手首から下がですね、動きもなくだらんと下に垂れ下がっているということです。まあ、この CG かどうかわかりませんけれどもね、これが CG によるものであるとするならばですね、この CG の制作者はそんなところまで計算に入れて作ったということになりますが、果たしてどうなのでしょうか。まあ、多分ですよ、インチキ写真を作る人の心理としてはですね、もう少しなってますかね、自然に両腕、両足が動くような、まあ、人物をですね、表現したのではないかと思うわけです。ところがですね、左の、まあ、その白い人物はですね、右の、まあ、その普通の人のって言いますかね、普通の歩き方をしている人の動き方と見るとですね、何かしらこう、ぎこちないところもあるわけですよね。まあ、これをどう判断したらいいかということなんですけども、それにしても CG であるとしてもですね、それにしてもよくできた CG ということになるのではないでしょうか。今は一応クエスチョンマークをつけておくことにします。あまりにもあまりにもという動画ということになります。To a mysterious alien spotted in Jargahan's Hazirabad, India. Curry tells who uploaded this video clip on June the 3rd, 2021, writes as follows. The official source who captured the 30-second video chose to stay anonymous.But the source revealed to Republic Media Network that she and her colleagues have been traveling down that route for years in the morning, night, and sometimes even at 1 or 2 a.m. インドのハリザバーグ・ジャルカハンドで撮影されたエイリアンと思われる人物について、この動画を2021年6月3日にアップロードしたカーリー・テイルズ氏は次のように書いています。この動画は匿名で30秒間撮影されたと公式には発表されています。レパブリックメディアネットワークに公開された情報元によれば、彼女と彼女の仲間はその街道を何年も行き来しているそうです。撮影されたのは午前1時から2時ごろのことだったと言います。広志林、浜松シティ、ジャパン。5分の1スローにして検証してみます。
この人物ということになります。どこか歩き方がぎこちない感じがしないでもありません。それに身長は120-130センチといったところではないでしょうか。で、CG の合成ではないということが証明されない限り先へ進むことはできませんが、 CG の合成ではないような気がします。で、このエイリアンらしき人物を見てですね、私が真っ先に思い出したのが UK のシルベリーヒルで起きたトール・ホワイト事件です。その様子といいますか、証言者の描写とですね、この動画に撮影された白い小さな人影の様子がですね、まあ、大変よく似ているといいますか、一致したということになります。で、続く動画の中ではですね、シルベリーヒルに現れたエイリアンについての動画を皆さんに紹介します。まあ、果たして同じタイプ、同じ種類のエイリアンなのかどうか、それは今の段階では断言できませんが、しかし異様に手が長く足が細く、そしてどこかぎこちない歩き方をしているということです。One of my YouTube subscribers wrote to me as follows. Hiroshi Hayashi, but I agree with you that Stonehenge is a totally fake site and lost any real significance as nobody understands why or what it was for. Geology alone disproves its ability to be ofany relevance. But a site nearby called Silverberry Hill has real significance. Have a look at the photos of it in Wikipedia. It's all really interesting. UK 在住の視聴者の方よりこんなコメントが届いています。ヒロシ、ストーンヘンジはあなたが指摘するように完全にインチキ遺跡です。今やそれがなぜ何のためのものであったかの意義をすべて失ってしまいました。ただその位置だけが参考になるだけですが、その近くにあるシルベリーヒルには本当の意義があります。ウィキペディアでどうか写真を見てください。2017年10月8日。
広瀬やし浜松市ジャパン。皆さんをシルベリーヒルに案内する前に、林宏のライン理論を簡単に説明しておきます。右上がギザ高原のナンバー2ピラミッド、左下がイースター島です。その間を線でつなぎます。その線は狂いなく伸直線下にナスカを通ります。そしてこの赤いラインが赤道ということになります。そしてその交点を私はウエストポールと呼んでいます。基準点中の基準点です。そして白い線は北極と南極をつないだ線です。その交点の座標はここに示しておきます。で、角度ですけども、その間の角度は正確に 60.00、120.00 となっています。で、右上の60度をですね、2つに分けて 30.00、30.00、30.00 とします。この 30.00 で右上に引いた線はエイブベリー、あるいはその近くのストーンヘンジ、そしてシルベリーヒルを通過します。この矢印の先に有形があります。有形です。で、その間のエラーはですね、11キロ前後です。この黄色いラインがウエストポールから引いてきたラインです。で、ここにエイブベリーがあります。そして右下にシルベリーヒルがあります。距離は 1.45km です。エイブベリーからシルベリーヒルまでの距離が 1.45km です。まあ隣ということになります。では皆さんを UK のシルベリーヒルに案内します。シルベリーヒルです。向こう側にエイブベリーが見えています。林宏はカレンダー説を唱えています。そして手前がシルベリーヒルということになります。距離は 1.45km です。で、このシルベリーヒルは何かということですけども、6段になっていたということから、私林宏はまずカレンダー説を疑ってみるべきだと思います。360÷6 ってことになるわけですね。何らかの形で1段ごとに60のトークンを動かしていけば良いわけです。で、それで360になります。で、上面部が平らになっているのは言うまでもなく、彼らのクラフト、乗り物の着陸場ということになります。発着場ということになります。で、このシルベリーヒルにはいわゆるトンネルが見つかりました。で、現在その調査がなされているわけですけども、もちろん人工的なトンネルです。で、ごく最近掘られたという説もありますが、同時に太古の昔からここにあるという説もあります。今現在調査中ということになっています。で、このトンネルがなんと11キロ離れたエイブベリーまで続いているのではないかと言われています。話は脱線しますが、そのシルベリーヒルでは奇妙な事件が起きています。2009年7月6日の月曜日のことです。 The Silvery Hill Stargate、 シルベリーヒルスターゲート事件というのがそれです。シルベリーに現れた白い巨人たち、これからは高度な超常現象について私たちはもっと注意を払うだろうという冒頭の文章に続いて、このレポートは事件のあらましを次のように伝えています。称してシルベリーに現れた白いノッポの巨人たち、シルベリーヒルスターゲート事件です。その時連絡を取ってきた人物は、2009年の7月6日の月曜日の朝早く、
シベリーを通り過ぎたところで車を運転していた。そこでその人物は3人の姿を見た。人物は名前を公表していない。最初それらの人たちが白い衣服を身につけていたので、何かの科学捜査をしている人たちだとその人物は思ったという。そこでその人物は車を止め、その畑に近づいていった。それらの人たちは身長が180センチほどあり、皆ブロンドの髪の毛を持っていた。それらの人たちは穀物を調べているように見えた。そこでその人物が畑の端まで来ると、静電気のものとは似ていないとは言えない音のようなものを聞いたという。パチパチと割れるようなノイズが畑中を走り回っているように見え、作物がその音の近くで優しく動いていた。その人物は腕と首の後ろの毛が持ち上げられるように感じた。その人物は畑の中にいるそれらの人に向かって叫んだが、最初は無視され、その人物の方を見ることもなかった。で、その人物が畑の中に入ろうとすると、畑の中にいたそれらの人たちは顔を上げ、走り始めた。その人物はこう言った。それらの人たちは今までに見たこともないような速さで走りました。私は決してノロマではないが、それらの人たちはあまりにも速かった。ほんの1秒、目を離した隙にまた見ると彼らは行ってしまったのです。それから私は怖くなりました。ノイズはまだあちこちにありましたが、何か不安になり、車の方に体を向けました。その日は一日中どうしようもないガンガンとした頭痛を覚えました。何度かその人物と警察官はその道を運転してみた。そしてその結果、いくつかのことが分かった。その人物が車を止めた道端の場所に行った時のこと、その人物はそれらの人たちがいた場所を指さした。その時一緒にいた警官によれば、その人たちの中の一人はシルベリーヒルの崖っぷちのところに、もう一人はそれよりも 2,3 ヤード離れた電車の線路の中に、そしてもう一人はその丘を半分ほど下ったところにいたという。これがシルベリーヒルスターゲート事件の始まりです。多くの研究者がこの事件について研究、そして報告しています。シルベリーヒルについてはウィキペディア英語版などの方でもですね、例によって例のごとく祭りの祭事場の場所であったとか、さらには墓説もあったのには驚きました。まあ、墓だというわけですよね。まあ、後世の人たちが墓に利用したことはあっただろうと思いますけども、どうなんでしょうか。やっぱりこの辺りにも有力な豪族が住んでいたのでしょうか。大変興味をそそられます。で、今現在シルベリーの研究はかなり進んでいるようですね。で、こうした研究がなされ、まあ要するに人工の山イコールピラミッドであったということになります。何のために、どうしてか。で、私はその謎を解くためには、一つにはライン理論による考察、もう一つはその1.45キロ離れたところにあるエイブベリーとの関係を取り上げなければならないと考えています。エイブベリーはナスカ理論によって、つまりカレンダ
であったと私は証明しました。エルベリーロックカレンダー説 by 林博史です。エルベリーロックカレンダー説についてはもう少し後に説明します。その前にこんな興味深い情報も入っています。それを紹介します。Bueno, aquí le quiero presentar estos testimonios que me parecen a mí extraordinarios, ya que son personas de un gran nivel de credibilidad, miembros del rescate alpino de México, aquellos que cerca del cráter del volcán Popocatépetl realizan ascensiones en busca de personas perdidas o de aquellos aventureros que no saben en lo que están incursionando. Bueno, ellos han visto lo que parecen ser personas de 2 a 2 metros y medio, sin protección alguna para las condiciones tan extremas que hay en ese lugar y que deambulan libremente por ahí. ¿Qué le parece a usted esta información? Se la presento con Johanan Díaz. ¿Usted creería que existen seres de... ...de azufre? ¿Por qué no considerar que quizá este sitio sea vigilado, como aseguran los lugareños, por seres extraños que vengan de otros planetas y estén extrayendo algún tipo de mineral para emplearlo en sus naves o en general para su civilización? Para Tercer Milenio, Johanan Díaz. This video you're watching now was posted on YouTube at least before 2015. The video captures what appears to be an ET spaceship and two white human-like figures. So, this video has been already well known throughout the world and is generally judged to be a fake. But...Is this video really fake? I, Hiroshi Hayashi, have judged this video to be genuine. I'm about to show you the evidence and why I judge it to be genuine in this video. Sometimes a flow of time can prove the truth. This video is just one of them. I mean, in the course of time,I, Hiroshi Hayashi, have decided that this video is real and genuine. 今ご覧いただいている動画は少なくとも2015年以前に YouTube に投稿された動画です。日付を見ればそれがわかります。この動画の中には ET の宇宙船らしきものと二人の白い人間らしきものが撮影されています。で、この動画はすでによく知られた動画で、一般には偽物と判断されています。が、本当にこの動画は偽物なのでしょうか？私、林博史はこの動画は本物と判断しました。その証拠及び理由をこの動画の中で説明します。時として時の流れが真実の証明をしてくれることがあります。この動画もまたしかり。時の流れの中で私、林博史はこの動画は本物であると判断しました。January the 26th, 2023.
in 2021, a strange human-like figure was witnessed in India by some people on a passing bike. The upper left is a video shot on that night. Meanwhile, another strange people were witnessed by a man at Silverbury Hill in UK in 2009. The lower right is the image picture drawn based on the man's testimony. There are very thin people, both wearing white clothes. In this video, we will compare these two cases and examine the people who appeared in these two cases. But before that, if you compare the people who appeared in these two cases, you can see that there are strange similarities. Please compare carefully the heads and clothing. You can see that both heads are slightly grayer than the clothes. The clothes are white, but you can see that the head part of these people is grayer than that. Of course, there is no point of contact between these two cases. So, is this just a coincidence? But I don't think so. Often, the passing time solves a mystery that was there in the past. To put it simply, after 12 years, these two incidents are connected in this way. The celebrity tall white incident occurred in 2009, and it was 2021 that a strange human-like figure was photographed in India. I, Hiroshi Hayashi, have determined that these two people who appeared in the two cases are the same people. In other words, both of these cases are real and true.2021年、インドで奇妙な人物が通りがかったバイクに乗った人たちによって撮影されていました。左上がその動画です。一方、2009年、UK のシルベリーヒルで、これまた奇妙な人物たちが一人の男性によって目撃されていました。右下がその男性の証言に基づいて描かれたイメージ画ということになります。共に白い衣服を身につけた大変細い人たちです。この動画の中では、これら2つの事件を対比させながら、これらの2つの事件に現れた人物たちの検証をします。が、その前に、これら2つの事件に現れた人物を比較してみると、奇妙な類似点があるのがわかります。頭と衣服の部分を注意深く比較してみてください。頭の部分が共に衣服よりもやや灰色がかっているのがわかります。衣服の方は白ですが、共に頭の部分はそれよりも灰色であることがわかります。あるいは少し青みがかかっているのかもしれません。もちろんこれら2つの事件には互いに何ら接点はありません。となると、これはただ単なる偶然の一致ということになるんでしょうか。が、私はそうは思いません。時として、つまり時の流れがそれまであった謎を解いてくれるということがあります。わかりやすければ、互いに12年という年月を経て、2つの事件がこうしてつながったということになります。シルベリーヒルでトールホワイト事件が起きたのは2009年、そしてインドで奇妙な人物が撮影されたのは2021年、つまり12年後。私はこれら2つの事件に現れた人物は同一人物であると判断しました。つまり、これらの事件は本当にあった真実、事実であったということです。Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan.
左上の動画がですね、日付から見ると2014年もしくは2015年以前に撮影され YouTube にアップロードされた動画ということになります。右の、まあ、動画はですね、小さなトールワイトと思われる、まあ、人物らしき人影なんですけども、これは2021年にインドで撮影されています。ということはですね、どう頑張っても上の動画をですね、右の動画を見て、まあ、捏造したということは考えられないわけです。一方、インドのこの動画はですね、それ以後に、まあ、撮影された動画ということになりますから、つまりは、もし考えられることとしたらですね、左上のその動画を元にしてですね、捏造された、まあ、インチキ動画であるということになるわけです。ところがですね、この2021年に撮られた動画と同じ、まあ、特徴を持つ、いわゆるトール・ワイトのですね、事件が UK のシルベリーヒルで起きます。で、それは動画は残ってませんけども、まあ、きちんとした形でその証拠と言いますか、証言が残っているということですね。これからその、シルベリーヒルのに現れたトール・ワイトの動画を皆さんにご覧いただきますけれども、要するにですね、このシルベリーヒルの動画をですね、間に挟んでですね、2014年あるいは2015年以前に撮られた左上の動画と、そしてインドに現れた動画が、まあその、位置するということですね。で、別の角度から検証していますけれども、今ご覧いただいているのはですね、その UFO なるものがですね、急加速して急上昇して離陸していくところです。で、まあ、これはオリジナルの動画ということになりますけども、このように急速発進といいますかね、人間のテクノロジー を超えたといいますか、考えられない、まあ、急発進をしているということになります。10分の1スローで皆さんにご覧いただきます。まあ、こんなところからですね、あまりにもというようなところからですね、まあ、偽物説が一般になったのではないかと思いますけども、まあ、しかし、まあ、そう判断するのは少し待ってほしいということになります。ボイド・ブッシュマン A former Lockheed Martin Texas Instrument Engineer who died August 7th at age 78, 2014, describing his encounters with aliens while working at Area 51 has been making the rounds on social media and news sites. Boyd Bushman was a scientist at deathbed who makes shocking confessions about aliens, UFOs, and anti-gravity technology. Did Boyd Bushman provide evidence of alien contact? He showed in his last interview some photographs of UFOs, and one of them is quite similar to the one which is believed to be a real UFO shot at Area 51. As to the UFO, one of theViewers has commented that it is questioning just yesterday on August the 9th, 2020. It is a comment from a person named Stefan Yaduran, and he writes as follows. The image of the flying saucer in the hangar in this clip, which you are both questioning it legitimately and claiming is a leaked photos of aReal craft at Area 51 in the same clip is, in fact, taken from Steven Spielberg's miniseries, Taken. However, very ironically, the comment from Mr. Stefan Yaduran, on the contrary, proves that the UFO photo, which has been said to be leaked out, is genuine.ボイド・ブッシュマンは死の直前の死の男証言で、彼がエリア51で知った多くの秘密を写真とともに暴露しました。その中の一つが巨大な UFO です。で、私はその写真を私の動画の中で同時に別のルートから
リークアウトしたとされる UFO の写真とともに紹介しましたが、その巨大な UFO について視聴者の一人の方からこんなコメントが届きました。2020年8月9日のことです。ステファン・ヤローランさんという方からのものですが、そこにはこうありました。あなたが動画の中に示している UFO の写真はエリア51からリークしたものだとあなたは言っていますが、その写真は大変怪しいものです。というのも、その写真は2002年に公開されたスティーブン・スピルバーグの映画ザ・テイクンの中に出てくる UFO のものだからです、と。が、大変皮肉なことに、本当に皮肉なことに、ステファン・ヤローランさんからのコメントが、そのリークアウトされたと言われている UFO の写真が本物であることを逆に証明するところとなってしまいました。なお、ボイド・ブッシュマンは2014年8月7日、つまりスティーブン・スピルバーグのテイクンの映画が公開されてから6年後に78歳で亡くなっています。広し林浜松セキジャパン。左上の写真がですね、ボイド・ブッシュマンが死のとこ証言で、暴露した写真ということになります。ボイド・ブッシュマンは2014年に亡くなっています。で、右下はですね、少なくとも2014年、15年以前にドイツで撮影された動画ということになります。で、この両者を比べてみるとですね、質感がですね、酷似しているのがわかります。と同時にですね、この UFO 両者にはですね、自転車のスポークのようにですね、中心部から外縁部に向かってラインのようなものが見て取れます。同じようにですね、右下のこのドイツで撮られた動画もですね、中心部から側面に向かってですね、側縁部に向かってですね、自転車のスポークのようなものが見て取れるということですね。このコンセプト、それからその金属的な質感にも注意していただきたいんですけども、左上のそのボイド・ブッシュマンがですね、暴露した写真というのはですね、一般にはこの写真もですね、インチキと判断されています。あまりにもということなんですね。ところが、その質感ということを考慮に入れるならばですね、両者とも偽物なのか、両者とも本物なのかということになってくるわけです。つまり、左のような UFO もありということになれば、右下のような UFO もありということになりますし、右下のような UFO がありということになれば、左上のような UFO もでありということになるわけです。この両者を比べてみるとですね、1たす1イコール100以上のですね、威力を持つ物的証拠ということになるのではないでしょうか。それから、その両者のですね、底部、底部を見ていただきたいんですけども、底部の様子がですね、酷似しているということですね。着陸ギアそのものは細い棒のようなものですけども、その底部にはですね、丸い、その装置のようなものが見て取れるということです。ボイド・プッシュマンの、から漏れ出たと言われているこの写真もですね、底部に丸いものが見て取れるということですね。つまり、コンセプトが同じということになるわけです。これを偶然の位置と取るかどうか、あるいはどちらかがどちらかを、コピーして真似して、そして、写真に撮ったか、あるいは動画にしたかということも考えられますけども、左上はですね、ボイド・ブッシュマン、2014年に亡くなっています。で、右下はですね、2014年か15年以前の動画ということになります。というようなことを考え合わせていくとですね、これもまた右下の動画がですね、本物であるという一つの証拠ということになるのではないでしょうか。ネイバーはボイド・ブッシュマンについて次のように書いています。ボイド・ブッシュマン氏はアメリカロッキード・マーチン社でステルス戦闘機の製造開発に携わってきたシニアサイエンティスト、つまり上級科学者であり、世界的にも有名な航空宇宙科学者である。約40年間にわたり数多くの特許を取得し、航空宇宙産業に
多大な功績を残したブッシュマン氏であるが、2014年8月7日に78歳で亡くなった。またブッシュマン氏はエリア51で UFO を研究しているチームに所属していた経歴もあり、その時入手した宇宙人の写真や数々の体験談を暴露し、30本にもわたるインタビューを YouTube に掲載したのだと。広林浜松シティジャパン。今ご覧いただいているのはですね、小型 UFO についてブッシュマン氏が説明している写真です。下から順に上に行きます。そしてパワーアップする前が一番下、順にパワーアップしながら姿を変えていく姿ということになります。そしてパワーアップし航行可能な状態になると、このように、光り輝くというわけですね。さらにドイツで撮影された動画を見るとですね、その動画、その空中にホバリングしているその物体まで撮影されているらしいということなんですね。そしてその物体がですね、パワーアップして飛んでいく様がここに見て取れるわけですけども、そのパワーアップしていく時のことなんですけども、白いもやのようなものに包まれて、そして突然光って去っていくということですね。繰り返して見ていただきますけども、ボイド・ブッシュマンが言うところのですね、いわゆるパワーアップした状態における UFO の飛び方をですね、そのまま思わせるような飛び方であるということになります。で、以上のことからですね、結論ということになりますが、私、林浩司はですね、2014年、あるいは15年以前に撮られたこの UFO はですね、本物であると判断しました。一般には偽物ということになってますけども、時の流れがですね、真実を明らかにしてくれることもある。この UFO も、またその中の一例ということになるのではないでしょうか。